菊郎先生で第85回台所のこれからと保存容器見直して使いやすく。広い台所はあっても料理はしないと包丁もない家があります。以前新築の家に1000万円かけてシステムキッチンを設置された女性がいました。どんな料理ができるかと思えばキッチンが汚れるので料理はしない。カップラーメンのお湯を沸かすために夜間一つあれば十分との話に驚きました。これは極端な例ですが、多くの家庭では長年使ってきた食器や調理器具がたくさんあると思います。夫婦と子供の3人家族の40代の女性が数えたところ、食器、カトラリー、箸やスプーンなど、鍋、調理器具などの合計が688でした。ではお宅にフォークは何本ありますか？フランスの国王シャルル5世、1338年から80年の財産目録にはナイフが500丁もあるのに、スプーンは70丁、フォークに至っては12丁しかなかったとか。実はこの時代は王侯貴族といえども手づかみで食事をしていました。レストランで出るフィンガーボールはその名残のようです。翻って日本はどうかというと、古代の後期には2本の箸を使っていたそうで、食事はその国の文化とつながっています。和食は季節による食材と料理、器の組み合わせも重要です。そこで料理を作ることが好きな人は、この料理にはこの器とこだわったり、素敵な器や調理器具を見るとついつい欲しくなるようです。また、料理の種類も和食だけでなく、スパゲティも食べればラーメンやカレーも作ります。スパゲティの皿でラーメンは食べませんね。するとラーメンの鉢が必要になる。こうしてどんどん増えました。しかし時は流れ、子供が育ち盛りの時には好評だった揚げ物など、油を使う料理が減っていませんか？重い鍋、大きな鍋は使いにくいですね。ということで台所も、これから使いやすいを考えながら見直していく必要があります。もう一つ付け加えると、どこの家庭にもある保存容器がくせものです。大小様々なプラスチック容器、佃煮やジャムが入っていたガラス瓶など、いつか使うで食器棚や天袋の奥に眠っていませんか？出してみると20や30。いや、もっとあるかもしれませんね。よく見ると変色や蓋のパッキンが伸びていたり、とても使えそうにないものがあるはずです。まずは保存容器から手をつけてみてはいかがでしょう。菊郎全整理第85回終わります。